自動車レースの F1 第8戦モナコ GP は26日、日本時間27日未明にモンテカルロ市街地コースで行われ、角田勇気 RB は8位でフィニッシュ。モナコでの自身初ポイントを獲得した。8番手スタートで後続の追い上げをしのぎきってチェッカー。終盤にはチーム無線に応えて一気にペースアップするシーンが中継画面に映り、ネット上のファンからは、 かっこよすぎた、しびれたねえ、といった反響が寄せられている。動画、この瞬間鳥肌よ、アニメみたい、角田勇気がチーム無線に反応した実際の瞬間。あっという間に突き放した。78周で行われたレースの66周目。8番手を走行していた角田のすぐ後ろにはアレックス・アルボン、ウィリアムズが迫っていた中で、ローズヘアピンあたりで角田のもとに我々は戦略的に余裕がある。 だからもっとプッシュしていいぞといったチーム無線が入ったこれを聞いた角田はすぐに反応をこう伝えたそれが聞きたかったんだ言葉を返すや否や一気に加速市街地コース名物のトンネルに差し掛かると瞬く間にアルボンを置き去りにしたタイヤ戦略で消耗を防ぐために我慢のレースを強いられていた角田だったがプッシュの声とともに自身の「ギア」も一段上げた 中継していたスポーツチャンネル「ダズン、ダゾーン、公式 X」「旧 Twitter」はこのシーンの動画を公開。日本人ファンからは「かっこよすぎですで」でこれめっちゃかっこよかったです。言葉通りアルボン置き去りにしたし「棒が出たら結構なタイムアップしてたね70周以上使ったタイヤなのにそんなアニメみたいなセリフ出てくるんだな」「セリフか」ってくらいしびれたね この無線死ぬほど広角上がったこの瞬間鳥肌よかっこよすぎ熱い無線でしたねといった声が上がっている